ただいまより茂木外務大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。私の方からありませんので、何かご質問ありましたらお願いいたします。それではご質問がある方は挙手の上、指名されましたら近くのスタンドマイクにお進みいただき、社名と氏名を名乗りご質問ください。ご質問どうぞ。はい、山本さん。NHK の山本です。2点お願いしたいんですけど、はい、最初にホストネーションサポートについてです。はい、先日のブリンケン国務長官との電話会談で、うん、早期解決に向けて緊密に連携ということを確認したということですけども、はい、いつ頃までにですね、どのような内容での妥結を目指すお考えでしょうか。お願いいたします。ホストネーションサポートについて、先日 のブリンケン国務長官との会談ではですね、意見交換を行いまして、交渉の早期妥結に向けて、日米で緊密に連携していくことを確認をいたしました。これは交渉今継続中でありまして、具体的な交渉の方針であったりとか、どこまで進んでいるか、どうなっているかと、こういったことは今後の交渉に関わってきますので、控えたいと、こんなふうに思っておりますが、いずれにしてもですね、一層厳しさを増している地域の安全保障環境、こういったことについても意見交換しましたし、また我が国の厳しい財政状況もありますので、そういったものも踏まえて適切に対応していきたいと思っています。はい、続いて山本さん。すみません、もう一点お願いします。はい、ウイグル族の問題についてなんですけども、はい、ブリンケン国務長官はですね、中国政府が、ウイグル族などの少数民族に行っている行為を、いわゆるジェノサイドに当たるという認識を示しています。はい、トランプ政権も、ジェノサイドというふうに認定していたわけですけども、はい、日本政府としてはどのような、認識をお持ちなのでしょうか。これもともとポンペオ長官の方がですね、ジェノサイドと、こういった形で話をして、先日の上院の公聴会で、ジェノサイドかと、聞かれたのに対して、ブリンケン長官、そのように認識していると、こういうやり取りだったんじゃないかなと、そんなふうに記憶をいたしておりますけれど、新疆ウイグル自治区に関してはですね、重大な人権侵害が行われているというですね、報告が、数多く、出されているわけであります。今般のそういった米国の判断はですね、新疆ウイグル自治区のこうした人権状況に対する米国の強い問題意識を反映しているものだと受け止めておりまして、表現ぶりと、これはそれぞれあると思いますし、またジェノサイドについて、ジェノサイド条約上どうなっているかと、こういったこともあるわけでありますけれど、我が国としても、同自治区の人権状況については、深刻に、懸念をしております。我が国として国際社会における普遍的な価値であります、自由、基本的人権の尊重、法の支配、これが中国においても保障されることが重要であると考えてきておりまして、私からも昨年11月、大きい国務委員が訪日した際にですね、新疆ウイグル自治区の人権状況について、中国政府が透明性を持って説明をするよう働きかけてきたところであります。また国際上におきましてもですね、関係国と緊密に連携をしてきておりまして、例えば昨年11月にはですね、国連の第三委員会におきまして、香港、新疆ウイグルに関するですね、共同ステートメントに日本としてアジアから唯一参加をしましてですね、新疆の人権状況に関する深刻な懸念表明をしたところであります。引き続き米国を含みます関係国とともにですね、国際社会が緊密に連携をしてですね、中国側に強く働きかけていくことが重要であると、そのように考えております。次のご質問どうぞ。はい、佐藤さん。テレビ朝日の佐藤です。先ほど2月3日に第4回の日英2プラス2の開催が発表されましたけれども、改めて茂木大臣、この会合にどういったメッセージを発信していきたいか、その思いをお聞かせください。つい先ほどですね、発表させていただきましたが、英国と
まあ、基本的な価値をまあ共有する、グローバルな戦略的パートナーでありまして、このその英国との間で、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた、協力を含めてですね、日英間の安全保障、防衛協力であったりとか、地域情勢等について議論して、両国の連携、一層強化をしていきたいと、そんなふうに思っております。はい、続いて佐藤さんです。もう一問お願いします。先ほど の日米、外相電話会談に話が戻りますけれども、この会合の中で、大臣の会見もしくは日本政府の発表の中で、日米間の、連携についての言及がありませんでした。一方でアメリカ政府のステートメントの中にはそういった言葉があったんですけれども、これについては現在の日韓関係を反映したものではないかという、一部指摘があります。こういった指摘が実際当たるのかどうかということと、日米間の連携についてどういった協議がなされたのか教えてください。それぞれですね、発表内容、全部議事録のような形で網羅するわけではありませんので、そこの中で要約をしているということでありまして、少なくとも私とブリンケン長官の間でですね、さまざまな、なんていうか、国際情勢であったりとか地域情勢に対する認識変わっているとは思っておりません。そういった中でいろんな議論をしておりますけれど、例えば日米豪印、クアッドを含めですね、同志国との連携と、これはどちらかといいますと、ホイップ等での連携であったりとかですね、さまざまな例えば連結性の強化であったりとか、こういう文脈でありまして、一方日米間につきましては、これは北朝鮮に対する対応ということで、連携していくことが重要だと、このことを私は話してますんで、それは単にですね、別に、どちらがあれというよりも、要約の中でそうなっているというだけでありますから、そこはありません。次のご質問どうぞ。はい、福田さんどうぞ。読売の福田です。来月ですね、中国で施行される海警法についてお伺いします。この法律が施行されるとですね、尖閣周辺で中国攻勢の動きが活発化するのではないかという懸念の声も上がっています。政府としてですね、どのように対応していくのか、大臣の所感をお聞かせください。この中国のですね、海警法、これは中国のですね、海警局の職責であったりとか、権限を基本的に定めるものでありますが、これまでもさまざまな機会にですね、我が国の懸念については中国側に伝えてきております。中国海警法施行が現場に与える影響と、これを含めて中国海警局をめぐる動向を引き続き高い関心を持って注視していきますが、大切なことと、この法律が国際法に反する形で適用されることがあってはならないということだと考えておりまして、今後ともですね、日本の領土領海領空断固として守り抜く、こういった決意のもとですね、関係省庁と連携して冷静かつ毅然と対処していきたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。はい、石鍋さんどうぞ。産経新聞の石鍋です。先日のブリンケン長官との会談についてお伺いします。インド、自由で開かれたインド太平洋の重要性を確認したとのことですけれども、米側の発表でも自由で開かれたインド太平洋という表現があったと思います。バイデン政権でもですね、この日本が掲げた自由で開かれたインド太平洋、この考えが引き継がれたとお考えでしょうか。お願いいたします。引き継がれたかどうかって、引き継ぐというのがどうか分かりませんけど、向こうの政権交代というかですね、政権移行に対してどういうなんていうかやり方をしているかというのは確たることを私も申し上げる立場にありませんけれど、いずれにしてもトランプ政権との間でもそうでありましたけれど、バイデン政権、ブリンケン長官との間でもホイップ、自由で開かれたインド太平洋の実現、これに向けて協力を深めていきたいということで一致をいたしました。他にご質問よろしいでしょうか。はい、それでは本日の会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。